に止まります。行ってきます。てっ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 てよいしょ、やっほうん、絶対これ一生忘れないと思うよ。なんで寝台列車の旅ってなかなかないでしょう。なかなかないし、こんなに狭いとこで飯食うこと5人ね。寝た方がいいんでしょうけど、いつとなんか今日ハイになって寝れる。寝れなそうですね。牛タン弁当美味しそう。海鮮か肉。牛タン弁当って湯気出るやつ出ますね。牛タンだけあれが。私がね、この寝台列車に乗りたいって思ったきっかけがね、あの YouTuber の瀬戸康史さん、何度も名前出してると思うんですけど、その人も寝台列車乗って、牛タン弁当食べて、逆方向に行くのにね。すごい、ケーキ直島取られてる。使うかどうかは別です。だそういう風に言う長島さんの動画って全部使われるんだよ。それは南さんチョイスだって。小原の部屋のイベントの動画ほぼほぼ長島さんだよ。それは南さんチョイスなんで。すごいよ。私には編集権がないので。合宿のサングラス大御所のメイクさんみたいじゃないですか。本当だ。ほとんどに1万円ぐらい。コシノヒロコ。一人一万円。私もう30枚ぐらいか。はい、オッケー。これさ、動画終わるのって23時でしょ？はい。これ誰？え、もう自動でなってんの？自動でなってます。あ、そう、すごい。何が何が？なんかライブ、あの歌ったじゃないですか。あれの接吻のやつが上がるらしいんですよ。上がるんだあれやっぱり。取れました。おーすごい、ね、牛タンと東北の復興弁当。これなんだ。これは写真から見てすごいおしゃれで、いろいろ入ってる。木箱です。水まんじゅうとか入ってるんですか。絶対違うか。金魚入ってるんじゃない。小原イメージかな。こっちの方が良かったから、もうちょっと。あと、マグロ、イクラ弁、どれも美味しそうですね。誰が選んだんですか。チョイスが素晴らしいですね。常陸牛と山の恵み。あ、なんでもないです。これ美味しそう。小原の部屋、牛タンを応援してます。牛タンの仕事来る。いや、決まった場所、なんか自分で選べるって時間で、私関係ない話していいですか。占い師さんに見てもらったら、今年は新潟に行ってくださいって言われて、なんか新潟が私のラッキースポットらしいんですよ。でもゆかりが別にあるわけじゃなくて、ふるさとでもないし、唯一あったのはあれです、無職無事の冬いたじゃないですか。それぐらいしかないから、どこに行けばいいか分かんない。とにかく行けば、フジロック運気を。フジロックで行けば苗場。あ、苗場か。行ってればいい。フジロックに出る。じゃーん。そのまま蓋をして。中身はこんな感じでした。一旦蓋閉めます。めっちゃ蒸されるんじゃないですか。大丈夫。紐が引いてく、引きます。これも下状態になってるけど大丈夫か。あ、じゃあしましょう。熱いのかもね。あ、なるほどね。この状態で引きます。あ、じゅわって言ってる。あ、湯気出てきた。熱っ。湯気が出ております。見えるかな。何の2カメ。何の2カメ。
編集で大変です。みなみさんは大変なんだっけ。これは何の価格そんな変わんないよ。あ、あったかいね、触ってみて。あ、ほんとだ、うん、あ、湯気が出てる。みなみさん見てますか、湯気。湯気足しときます。編集です。もう事故だよ。したら、あ、結構暑い。辛い。何だろうこれ、辛い。青唐です。青唐美味しいです。このタイミングで駅員さんがチェックしに来たらちょっとびっくりする、え、まだ来てない、この部屋。来ました来ました。あ、じゃあよかった。開けて5人みたいな。完全に不法に乗ってる人ですよね。でもさっき、いいよいいよって言ってくれた人でしたよね。あの駅員さんフラットで優しいんです ね。私の部屋にもチェックしに来てくれた。素晴らしいですね。うん、でもみんなそんな感じの人たちがいるから。暑いですか。大変も大変だ。あっちゃ、こんなに、うん、すごい。カマキリみたいになっちゃう。カマキリ、カマキリ。熱いんでしょ、匂い食べて。熱くてもいいんですね。あ、いや、いいの、うん、大丈夫。入れました。ちょっと何がついてます。ここもらっていいんです。え、もらいすぎだよね。寄り添うパターンのやつですよ。これとっても美味しいんだけどさ、このチーム仲良すぎじゃん。これには映ってないと思うんですけど、今5人いるんです、この辺。 YouTube チームのスタッフさん、源田さんと偉い人がもう2人と、メイクの村上さんも半身どころか完全に映って、あのマネージャーの長島さんがいる。映ってないのにめっちゃいい笑顔して。そして牛タン熱いです。美味しいです。あ、私がいきなり帰ってきましたか。スパチャしてくれた。プレミア公開も決まってます。制限が9言語なんです。YouTube のオフィシャルもこんな入れるやついると思ってないらしい。なんか十何言語になると思う。始まった。どうした。ここじゃない、夢は心地よかった。みんなコメント優しいね。きっとこの動画は後日上がるのでしょう。このタイミングで、このタイミングで見てたんだ。そう、この動画が上がっている日、我らは出雲に向かっています。1ヶ月なんですね。そうですね。プレゼントをいただきました。すみません、帰り荷物に慣れてやる。とんでもないです。なにこれ、入浴剤です。え、入浴剤でこうなるんだ。香りますか。大人の女っていう香りがします。源田さんはいつも大人な女って香りがしまして、私も明日帰ったら源田さんになります。ありがとうございました。他に飲みたい
い方いらっしゃいますか？私が入れて残りを流しボタン、ねね、私も飲みたいから。あ、分かったよ。あ、もうそれでいい。足りない。私はこっちにもらいますから。どういうこと言った？いや、この前行きなさいって。ほら、行けた行けた。すごい。メイクさん、村上さんにご指名してよかったわ。よかったです。なったね。あ、大丈夫です。いつですか？いいんですか？いや、乾杯。乾杯。乾杯。いいんですか？飲みたかったですか？私は乾杯。トロピカルジュース。飲みたいですか？ストローで飲んでもいいですけど。なんか昔よりちょっと味大丈夫になった。気を取り直して。なんか謎の。なんか源田さんが個人的にプレゼントがあるっていうのを聞いて、不足。やばい、私はもう渡してない。でも俺いただいたよ、この前。あれは番組から。あれは番組からのことで。そうなんだ。何回あるのそれ。個人からで。すいません。なんかカバンのようなやつ。え？カバンのような、なんだろう。全然取れない。すごい。え？何これ？何だ？すごいね。何ですかこれ。ありますか、小原さん。これだけしてるんだからギター頑張れよってことです。そんな意味で脅迫。ありがとうございました。返却。返却。メガネ装着。それをしてればいいの。なんかどっか一部とかしてればいいかなと思って。繋ぎ合わせて全部映ってるよ。もうすでにデビューされてるのに今さら何を。サムネになってます。いや確かに。でもあれほらマスクしてますから。ああそうそうそう、チップは隠せる。あ、そうそうそう。ちょっとすいません。はい、そんな中長島さん。長島さんです。私はいいんですけど、あと沖縄土産でございます。ありがとうございます。皆さんの私もちゃんと配信の時に言いました。お土産を買ってきてくださいと。邪魔になっちゃいますけど、源田さん、ちゃんと源田さんの分も買って。ありがとうございます。ちょっとあの高級なやつを見た後で申し訳ない。いやいやいや、何をおっしゃいますよ。何これ。入浴剤だ。ウチナーバスパウダー。嬉しいやつだ。口を隠せば完璧。あ、ねえ、ほら言った。やっぱ源田さんが言えば噛まんで、紫芋のお菓子が。紫芋のお菓子、最後食べたかな。高校生の修学旅行が沖縄で、あの時買って食べたけど、多分それ以来食べてないかも。美味しい。なかなかないよね、食べてるとこ。いや、寝台特急で向かい合ってるみたいな画角で私が芋を食べてるって。私どういうの、ちゃんと隠れてる。隠れてない。隠れてないです。ここら辺映ってる。隠れてない。避けてるとこが映ってる。ここまですると肩がここら辺まで見てる。あ、そっかそっか。いいですね。入るのかい。
と天気はあれですが、なんとかなるでしょう。